皆さんこんにちは。華々しい世界に身を置くスポーツ選手や芸能人、また国家の行く末を担う政治家などの有名人の中には元ヤクザの人物が意外と多くいます。ということで今回は元ヤクザの有名人を5人ご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。1人目は浜高こと浜田光一です。浜田光一は自由民主党広報委員長、自由民主党副幹事長などを歴任した日本の政治家です。そんな浜田光一は元ヤクザであることを公言してきた異例の議員でもあります。傷害事件を起こすなど非行に走っていた若い頃、稲川会の関連組織に所属していました。暴力団を辞めるきっかけになったのは1950年代半ばに所属していた組の組長が死去したことで、熱海の暴力団の初代会長稲川清浄氏にこの先の身の振り方を相談したところ、別の道を探しなさいとアドバイスを受けたことで、その後不動産取引のノウハウを教えてくれたり、富津町議会議員の選挙支援をしてくれたりと、浜田光一が政治の世界に入るのをバックアップしてくれていたようです。このため浜田光一は衆議院議員当選後も稲川会に恩があることを一切隠さずにいました。周囲から元ヤクザと罵られることもあったようですが、浜田光一は自分にはそんな時代もあった、それは否定しないとコメント。さらに、しかしそれをもって私の存在自体を否定したり、また再びチャレンジできないような社会を作ってはいけないと反撃しています。日本では人生一度の失敗を許容しないという風潮がありますが、失敗しても挽回できるチャンスは与えるべきという浜田光一の強いメッセージが伺えますね。2人目にご紹介するのが小説家、タレントとして活動していた阿部ジョージです。阿部ジョージは中学生の頃から安藤組というヤクザ組織を出入りしており、10代という若さで正式に安藤組の構成員になっています。そんな阿部ジョージは暴力団構成員として活動する中で、18歳の時債権の取り立てに行った先で銃で撃たれる経験をします。また19歳の時には取り立て先の用心棒に殺されそうになったため、身を守る目的で拳銃と車を奪い逃走します。このことがきっかけとなり強盗殺人未遂と銃刀刑法違反で逮捕されています。こうした破天荒な日々を送っていた阿部ジョージは1981年にヤクザから足を洗います。その後の1983年から小説を書き始めますが、足を洗ったとはいえ前科があることで相手にしてくれる出版社がなかなか見つからなかったようです。そんな中で1987年に自身の服役生活を描いた塀の中の懲りない面々でデビューすると、その衝撃的な内容に塀の中の懲りない面々はベストセラーとなりました。現在のように刑務所のことを塀の中と表現するようになったのはこの本がきっかけだそうです。3人目にご紹介するのは元ボクシング WBA WBC 世界スーパーフライ級王者の渡辺二郎です。ボクシングでの輝かしい現役生活とは裏腹に、引退後はネガティブな話題で注目されました。それは渡辺二郎が引退後、指定暴力団山口組系極真連合会の特別相談役に就いたというもので、実際に1994年に現役を引退してからは何度も警察のお世話になっており、2007年には恐喝容疑で、2012年11月30日には暴力団関係者であることを隠してゴルフ場を利用した詐欺容疑で逮捕されています。また渡辺二郎は元プロ野球選手である清原和博に覚醒剤の売り手になる暴力団を紹介した張本人と言われています。さらに清原が覚醒剤で逮捕された際の事情聴取では一切情報が漏れなかったことも有名で、これも渡辺二郎が清原に脅しをかけていたためだとされています。また渡辺二郎は島田紳助と山口組関係者らとの仲介役もしており、芸能界に対してもかなりの影響力を持っていることがわかります。そんな渡辺二郎ですが、現在も山口組系組織に所属しているとみられています。4人目にご紹介するのは芸人のラフコントロール重岡です。ラフコントロール重岡は地元熊本では知らぬ者がいないほどの悪だったそうで、中学卒業後は2年ほど暴力団に入っていた時期があったことが分かっています。しかし少年院に入ったことがきっかけで暴力団を辞めており、その後は芸人の世界へ入っています。現在では世田谷クリーンという会社を立ち上げ、表の世界で精力的に活動しています。
そして最後にご紹介するのは昭和の映画スター安藤昇です。1965年に映画地頭来ての主演と脚本を担当したほか、1976年には映画ヤクザ残酷ヒロク、片腕切断の監督、企画を担当するなど映画界で輝かしい成功を収めた安藤昇ですが、俳優デビュー前には安藤組の組長をしていました。下北沢グループというグレン隊から始まった安藤昇のアウトロー人生は、渋谷の外食券密売グループの用心棒になったり、偽造配給切符を製造販売していた台湾系マフィアグループを脅しつけて和解金をせしめたりと、グレン隊時代からヤクザ顔負けの忍びにも手を出し、1952年7月に渋谷で東工業を設立。この東工業こそが実質的なヤクザ組織安藤組と呼ばれるようになりました。通称安藤組と呼ばれるようになった東工業に関しては、表向きは不動産売買や芸能工業関連を手掛ける会社だったようですが、裏稼業としてバーやキャバレーの用心棒を引き受けていたほか、賭場なども開催していました。安藤組の主催する賭場は地元の名士以外はお断りの高級サロン状態だったので、毎週金曜日になると当時珍しかったポーカー賭博なども行っており、ポーカー賭博の開催日になると一晩で100から200万物売り上げがあったとも言われております。そんな羽振りの良さに加えて、安藤組は入れ墨や指爪を禁止して背広の着用を義務付けたスマートさが若者に人気を博した結果、大卒者や大学中退者の構成員が多いエリート極道集団となりました。そんな我が世の春を謳歌していた安藤昇ですが、1958年6月に起こった横井秀樹襲撃事件のせいで服役も経験する羽目になっています。横井秀樹襲撃事件に関しては、1952年に元公爵蜂須賀正氏が実業家の横井秀樹に投資詐欺被害に遭ったことから始まります。その後に蜂須賀が急死してしまったことから、未亡人となった蜂須賀千恵子が裁判を起こして賠償命令が下ったものの、当の横井は自分の財産を他人名義にして差し押さえを防ぐなどやりたい放題でした。そのため千恵子と窮地の中だった財界人から頼まれ、賠償金交渉に出向いた安藤昇でしたが、開き直る横井の言動に激怒してしまったそうですね。その結果ヒットマンを送り込み横井を銃撃させた安藤昇は逃亡生活の末に逮捕されてしまい、懲役8年の実刑判決を受けることになりました。こうして服役することになってしまった安藤昇ですが、服役中に安藤組は壊滅の危機に立たされます。組員同士が街中で揉めて人情沙汰となったというたわいもないものから、安藤組と統制会のトラブルに発展。そんな中、安藤組の組長代行を任せていた花形健が1963年9月に統制会のヒットマンに暗殺されてしまいます。その後1964年9月に出所することとなった安藤昇でしたが、直後に安藤組の幹部だった西原健吾が渋谷の縄張り争いが原因で金星会計三本杉一家に騙し討ちを食らって殺害される事件まで起こりました。花形や西原の暗殺事件のせいでヤクザ家業にすっかり嫌気がさしてしまった安藤昇は1964年12月に周囲の反対を押し切って安藤組を解散させることになりました。こうして最盛期は500人を超える構成員数を誇り、渋谷の顔役だった安藤組ですが、その歴史はわずか12年程度で終焉してしまいました。ということで今回は元ヤクザだった有名人をご紹介してきました。皆さんからのご意見ご感想をコメント欄でお待ちしております。それでは。